はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、いい感じで回っておりますね。いい感じで回ってね。はい、今日はこちらですね。うん、ベイブレードバーストのネプチューンアームドゼファーです。はい、2016年1月23日発売のネプチューンアームドゼファーを購入しましたね。はい、はい、前回ね、紹介したこちらの、ホルスードスプレッテージ、はい、こちらですね、スタミナタイプなのにバランスタイプと言ってしまいました。はい、申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。すいません、すいません、すいません。こちらのですね、ネプチューンアームドゼファーはバランスタイプです、今度こそね。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、スルスル、はい、あ、これ硬いんだよね。ネプチューン、はい、ということでこちらがですね、ネプチューンアームドゼファーだね。うん、はい、では組み立てていきましょうか。はい、こんな感じ、うん、ちょっと中のこのメタル部分がごっついですけども、うん、装着してください。うん、よし、セット。はい、ということで完成しました。こちらがネプチューンアームドゼファーですね。すごい、はい、これかっこいいんじゃない。うん、中のメタル部分がいいのかな。うん、かっこいいこれ。うん、でステッカーもすでに貼っておりますね。はい、中がね、赤いのがいいのかもしれない。あー、見てほら、うわ、かっけー、これかっこいいね。うん、はい、ではエイシン君、ちょっと一回シュートしてみてください。はい、どんな回り方するのか。3、2、1、5、シュート。あー、くるくる回ってるね。うん、あ、綺麗だね。うん、ゆっくりね、持ってる、バランスタイプだからね。あー、はい、では対決してみましょう。はい、まず私はエクスカリバーフォースエクストリーム、はい、A ちゃんはネプチューンアームのゼファー。はい、ではこれで対決してみましょう。はい、3、2、1、5、シャッ。うわっ、すごい、うん、迫力あったね、今のは。ボコンって乗車だ。だって両方今バーストした後にまだ回ってたよ。すごかった。すごい迫力あるな。もう一回同じ対決をしてみましょうか。うん、面白いな、やっぱな。うん、バーストすると面白いよね。ゴーシャッ、頑張れ。あー、こうなっちゃうとパパはね、弱いんだよ。長期戦では耐えられないエクスカリバーは。あー、ほらほらほら、やっぱバランスタイプが強いね。私はミノボルトオーバルクエイクに変えます。はい、これも確かバランスタイプだったと思うけど。はぁ、うん、バランス対バランス、ゴーシャッ、頑張れネプチューン。あー、こうなるとダメだな。あー、スタミナだからね、なんか弱すぎる。スタミナじゃない、バランスだって両方と思う。うん、バランスが結構。あー、負けた、あー、負けた、イエーイ。オッケー、バーストー。え、なに、今どうなったの。なんか、シュートした、シュートした瞬間にバーストした。じゃあ、ホルスードスプレッドエッジに変えます。あー、ゴーシャー。 おー、あー、それさ、くるくる回るよね。なんか君のシュートの仕方の問題かもしれないけど、うん、スタミナタイプ、パパは。あ、負ける、負けた。やったー、なに、スタミナにもバランスが勝ったというね。もう一回、もう一回やる、もう一回。ゴーシャッ。あら、あ、回しただ、やっぱりだ。やっぱり真ん中にとどまっちゃうな。とどまってね。これじゃ、これだと長期戦になっちゃって、うん、なんか封印されてる感じ。回り回ってね、すごい回って、負ける、負けるか。あー、負けた。やったー、また勝った。じゃあちょっと今ベイを交換しました。はい、これでパパもこれでエイシン君を倒せるんだったら、はい、これで強いってことだよ。よっしゃ、なんか結構攻撃してるね。やっぱ回り方がさ、さっきと違くない。ほら、そういうことだ。パパのシュートの仕方が悪いのか。あー、今回まともに戦って負けた。勝った、すげえ。はい、ということで今回はベイブレードバーストのネプチューンアームのゼファーでした。
はい、ということで、今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、はい、もし今日の動画がですね良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、うん、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、はい、じゃあ何連覇したのかな。すごかったね、うんうんうん、超強かった今日、うん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 、あとコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、あとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。